サシ180のローレスエディションです。いや、予想通りの気持ちよさがあります。 C クラスの中でも180は 1.6 リッター直列4気筒の直噴ターボエンジンですね。急速オートマ組み合わされており、結構もともとスポーティーに走るんですね。こういうワインディングもシャキシャキフロントがカーブの内側に入っていく、そういうような印象があるんですけども、ローレスエディションになるとスポーツサスペンションと18インチのホイールもセットで、まあ、この組み合わせによってよりシャキッとしますよ。車がなんか一回り小さくなったかのような感じ、ジャストフィットの服に着替えたような印象ですかね。でさらにドライブモードをスポーツプラスにするとさらにシャキッとします。エンジンも右足に対してよりダイレクトにつながる感じとともに、このハンドルの重さもドシッとしてきますし、足回りの硬さも若干変わるんですね。これによってよりダイレクト感が高まります。よりイメージ通りに車が動くようになるので、先ほどよりもちょっと道幅がなんか広くなったかのような、そういうような感覚さえ漂ってくる。まあそのぐらい運転しやすいです。こういうラグジュアリーセダンを意のままに操れるという意味では、まあ、走り好きの方は注目して損はないかと思いますね。とてもコストパフォーマンス高いです。ディーゼルエンジンの C220D のローレンスエディションですけれども、これはメルセデスうまいですね。先ほどは180のローレンスエディション乗ったんですけども、あちらは本当スポーティーの方に舵を振ってるんですね。味付けを 220D に組み合わされるのはエアサスペンションなんですよ。この乗り心地の世界観の違いはもう明確ですね。絨毯の上みたいな、そういう乗り味ですよ。でしかもこのディーゼルのこのトルク感、ちょっとアクセル踏むだけでずっと滑らかに速度が上がる感じとかも、このエアサスペンションと本当マッチしてますね。今ワインディング走ってるんですけども、もうちょっと普段であればアクセル踏むんでしょうけど、景色を眺めながら優雅に走ろうよみたいな、そういう雰囲気になんか包まれますよ。この乗り心地はこれはいいですね。ローレンスエディションうまいですよ。この二極化、両方のニーズに応えるべくユーザーの立場に立った商品パッケージというのかな、がしっかり捉えていると思います。もちろんまあこの 220D でもドライブセレクトをスポーツプラスとかにしたらハンドルはシャキッとしますし、足回りもグッと腰が出る感じにはなるんですけれども、180ほどのシャキッとした感じは出てこないですね。こちらの方は大人の C クラスっていう、そういう雰囲気漂ってきません、ね。